みなし皆さんこんにちは私たちミニミニギャングです このラジオは松田一家に集まるアーティストが週替わりでお送りしています。はい、ということでまずは自己紹介ってみましょう。まずはみなちゃん。はーい。のんびり、おっとり、しっかり、ふわふわ。ふわキューティクルヘアのみなでーす。みなちゃんでーす。はい、次は私。3人の中で一番ちっちゃいけどまとめ役のはず。はずい。ずいつもニコニコ、リカです。リカちゃんでーす。そして最後に、 見た目はしっかり、中身はうっかり。その通りラジのいくえでーす。くえちゃんです。以上、平均身長145センチ、ミニミニギャングがお送りします。よろしくお願いします。ます。はい、それではまずはこのコーナー、おすすめパワースポット今回も亀戸を中心に、ミニギャングおすすめのパワースポットを紹介します。はい。それでは、みなちゃん、お願いします。はーい。 今回ご紹介するおすすめパワースポットは、亀戸駅北口側にあります。亀戸2丁目団地内にある町並み景観賞です。お、みなちゃん。はい、ここはおすすめスポットで紹介したとこだよね。そうです、そうです。<laughs> はい。ミニギャンの亀戸おすすめスポットでもご紹介した場所なんですが、それ以来みんなは気に入っちゃいました。<ー>はい。町並景観賞というのは魅力ある景色として選ばれた場所なのですが、団地内に広がる 多くの緑とちょっとした遊具と足を休めるとこ,ろこともできる場所もあって夏は日差しを浴びすぎて疲れたら緑がふわーっとそよ風を運んできてくれます。緑がいいっぱいでとっても 癒されますよはいそうなんですよ都心だということを忘れちゃうくらい素敵な場所なんです街、うん、並み景観賞として受賞された景色をぜひ近くお通りの際は見てみてくださいね癒しのパワーをもらえますよ以上おすすめパワースポットでしたはいみなちゃんありがとうはい。ということで4月に突入しました<ー>はい4月といえばエイプリルフールも<ん>のなんです みなさんこの日は嘘をついていい日なんですよそうかそうなのねでねイクエちゃんは嘘というより <laughs> エイプリルフールに関係なくよくいたずらをするわよねはいピコー、はい、リカちゃん知ってた何どうしたのイクエちゃんエイプリルフールってね、うん、実は嘘を言っちゃいけない日でもあるんだよえ嘘そうなのそうだよえで何なんかこれって嘘なの本当なのどっち <laughs> <当>今日はイクエちゃんが何を言っても嘘を言ってるように聞こえちゃうかもリカちゃん、うん、そうねそう だね。そう思うでしょ。そう思うでしょ。でもね、これは事実なんです。詳しく説明するにはね、ちょっと悲しいお話なので、気になった皆さんはあの調べてくださいね。え、なになに？調べる。調べる。調べる。調べちゃうの？気になっちゃう。なになに？悲しいお話なの？そうだね。みんな。

ないないごめんあのねたぶん知らない間にみんなね嘘つかれてるとかはあったかもねうんまあみんなは気づかなかったって感じかなあそっかうんんかみんなちゃんらしいねうんそっかあのね気づかないといえば私こんなこと思い出しちゃったのあのねエイプリルフールの日に大好きなお友達に「大嫌い」って言っちゃったのそうなのその子もそうなの気づいてなくてすっごく落ち込んじゃってたありかちゃん あのお友達とどうなったの?あの。これを機に、友情がもっと深まったのよ。おお。じゃ、いや前よりももっと仲良くなれたんだね。さあ <laughs> なのそうなさあなな。あのね、大嫌いなわけないじゃん。大好きだよって。<laughs> なんだよ。でも、うなのさいくらエイプリルフールだからといって。やっぱり嘘はつくの良くないなって思った。

ないけど、みんなも花粉症なんですよ。<う>でも、あのね、くしゃみがね、たくさん出るんだけど、うんうん、自然とくしゃみでリズムが取れるの。え、うん、そうなの、うん、くしゃみで、リズムってどんな感じ園長、うん、から、くしゃみが連続して出て、自然とリズムが生まれてくるんだよ。あのね、エクス、エクス、エクス。

もう揺るがないね。郁恵ちゃんもある意味安定よね。これも支えてくださっている皆様のおかげです。ありがとうございます。ありがとうございました。急にかしこまりましたね。花粉の影響で。 あしてててちちちちちゃゃゃんんん大丈夫落落着着いいい紛らわそうとますよかった。じゃあちょっと話お話ししましょうかじゃということでねとねこの時期はね花粉症の話がたくさん出てくるけど私はこの時期といったら桜かな。うんそうなのポカポカで暖かい日に桜並木をお散歩するのが好きなの。ん。なんてこったえなんでいいでしょそうねえ。そんなできてきであのね 特に河津桜といって、うん、静岡県の伊豆半島で見られる桜は 2>,、うん、2月とか寒い時期に咲き始めるんだけど1ヶ月くらい楽しめるの。 えすごい、うん、普通だったら3月とか4月に咲き始めて1週間でちっちゃいよね。ねえそうなのよ、ねうん、長いでしょ、うん、あとねそれともう一つの特徴がソメイヨシノとか有名な桜よりあるよね<ー>ソメイヨシノ、うん、それよりも濃い色のピンクだからすっごく綺麗なの。へ<ー>、うん、そうなんだ濃、うん、い,いんだ。そうな,のそうなのよ、うん ねえもうイクちゃん花粉症だとお花見大変。うんだからあの写真を撮ってきてぜひ皆さん私に送ってきてください。え手先はこちらまで。そうね、あそう <laughs> しう待ちしております。でもね幼稚園くらいの頃はこう近所の人たちと一緒にこう花見をちゃんとしてたんだよ しだれ桜があってその間くるくるくる回ったりでもね途中で子供なんで飽きてくるのでおいたけっことかかくれんぼしてその時に何かの虫に食われて多分毛虫だと思うんだけどかぶれちゃったんだよねそんな思い出があるなきれいな花にはトゲがあるでしょそしてきれいな花には必ず虫がいます。 桜にはケムシがたくさんいます。<ん>私ケムシ嫌い<ん>。前に私の肩にあんじゃケムシ。<お>ケムシ。うーんそれ以来ケムシと聞くだけで鳥肌がボツボツ出る。うん花<ん>見は。 桜の木から離れてみる皆さんテレビも離れてみますよね同じようにしてくださいソメイヨシノさん It's beautiful なんかミナちゃんが外国の人になっちゃったよそしてソメイヨシノさんお名前は日本人から来てあ、そうなとさ待ってでもちょっと待ってミナちゃんそうなんだミナちゃんミナちゃん中のミナちゃんじゃないかいあれかな優待離じゃなくて何かに取りつかれちゃったのかしらちょっとカンパ上に浮いてるミナちゃんカンパカンパそっか優待離脱ミナちゃん

はい、出席とります。りガちゃん。はい。はい、いつも元気ですね。次、みなちゃん。はい。はい、戻ってきましたね。あいよかった。みなちゃん、おかえり。ただいまーゆくえちゃん、今一番気になるのはゆくえちゃんが毛虫を本当に食べたかどうか気になります。大丈夫ですか私もそれ気になるんだけど、先に私の疑問も聞いてもらってもいいかしら。いいや。はい、まずはじめはこちら。はい。 生まれた季節によって寒さ暑さの好みが変わるって本当、えー、本当,本当ちょっと前のラジオでねお話ししたんですけれど生まれた月によって季節の好みが変わるかを検証したいと思います<ー>ちなみに私は2月寒い時期ですね生まれてます、うん、で,あでも暑いのも寒いのもまあ比較的大丈夫かなっていうタイプですでは、うん、出席番号1番リカちゃんはい リカちゃんは何月生まれで寒い、暑いに好みはありますかはい。私は6月の夏生まれ。うん。期待通り夏が大好きです。うんうん、そして寒いのはとーっても苦手です。なるほど。期待を裏切らない回答ありがとう。うんはい、ちのコーありがとうございました。ではでは次は出席番号2番。 みなちゃんはい、はい、みなちゃんはどうですかはいみなは十一月生まれの冬生まれです暑いの寒いのどっちも大丈夫ですお<ー>お大丈夫、はい、なるほどなるほどということはまあ生まれた季節によって好きな季節や苦手な季節がまあちょっとは影響してくるのかもしれませんね皆さんも周りの人に聞いてみてね、はいうん、ということで次の疑問です <laughs> どうして郵便ポストは赤いの ね,ね、白とか緑とかレインボーでもいいんじゃないかな。レインボーいいでね。いいよね。うんうん、ということで。じゃあなぜ赤いのか？うんうん、じゃ、これもはみなちゃんから聞いてみようかな。はい、みなちゃん、どうしてポストは赤い色なんだと思いますか？はい、皆はうんと空は青色でしょ。うん、地上は茶色や緑その他で遠くから見て目立つ色を設置しよう。何にしようかな。そうだ。 赤にしようってことじゃないかななるほどなるほど。じゃあ、りかちゃん。りかちゃんはどうして赤だと思うのえ、どうしてえ、どうしてどうしたのえ、だって考えたこともなかったから。なかった。うん。わからない。 <laughs> 答えを出したくて答えを頑張って郵便ポストを一番最初に作った人が <laughs>、うんまあ、その人が赤色が好きだったからとかなるほどということで今回は調べてきました<ー>うどうやらポストはですね初めは赤じゃなかったらしいです、うん、<ー>いろんな色のポストができて 夜でも赤って目立つんですって、はあね、だから、うん、あじゃ、あ赤にしよう。うね、ってことで、赤が定着したみたいなんです。うんえー、なみなちゃんだから大成功。大正解でね、でも全国には、赤以外のポストも皆さんあるんですよ。りかちゃん、黄色ってあるんだよ。だ黄色ってなんだと思う、なんか、い、い、なんかこう、固定のなんか意味, <laughs> 意味があると思う。

いませんぜひぜひ探してみてくださいね、うん、ということでいくえの気になる木でしたはいここでミニギャンからのミニな情報ですミニギャンのブログは動画の下にある url からアクセスしてねはいミニギャンのツイッターは m i n i アンダーバー g a n 数字の3ミニギャン3ですぜひぜひフォローしてくださいねはいさてそろそろお別れの時間です 松田一家では皆さんからのお便りを大募集しています。普通おた、質問、励ましのメッセージ。みな、りか、いくえの各コーナー。りかが幸せレシピでは、りかに紹介したいハッピーなこと。いくえの気になる気では、ミニギャンで答えを出してほしい疑問。みなの耳をすましてでは、耳をすませてほしいものを募集しています。すべての宛先は、matsuda-ikka アットマーク atosuta.com ドット松田ハイフン一家アットマークアットスタドットコム各ホームページのメールフォームも活用してください。お便りたくさん待ってます